はい、どうも、メンヘラおじさんです。読売新聞のですね、まあ、言ったら、子供のいじめですね、これが SNS で、繰り広げられているということで、学校もこう、手が出せないというようなことを言ってるんですけども、まあ言うたら、そのいじめっ子の家族まで、まあ言うたら、写真を晒してですね、家っていう形で、まあ言うたら、殺すぞみたいな感じで言ってるというようなケースがあるっていうようなことが、まあニュースになってるんですけども、まあそんなんただの違法行為で、名誉毀損ですから、まあとっとと、その学校が動かないんやったら、弁護士に相談するなり、警察に相談して、とっとと懲らしめてやったらいいのにって思うのがおじさんの考えです。まあ特にまあ、警察もようわかんないですけど、弁護士さん動いてくれますから、ちゃんとした証拠があればね。なので、まあそういう、なんていうんですかね、まあ、事件、に関して、きちんと対応することがネットリテラシーを守ることにつながるんじゃないかなと思っております。以上です。